将棋の藤井聡太五冠、佐賀県上峰町での対局で王将のタイトル初防衛を果たしました。その裏には佐賀ならではの勝負飯があったんです。そうです、まずは、もちろんその防衛することができ、ほっとしているという気持ちと、またそうです、今回のシリーズ通して、本当になんていうか、貴重な経験ができたかなというふうに思っているので、それをなんていうか、今後に、生かしていきたいという気持ちが、強いです。佐賀県上峰町で行われた王将戦七番勝負の第6局は、羽生善治九段が88手目で投了し、藤井五冠が成績を4勝2敗として王将のタイトル初防衛を果たしました。2人のタイトル戦での対局は初めてで、注目を集めていました。さて、今回のタイトル初防衛の裏には、実は佐賀県の食材をふんだんに使った勝負飯が。地元の食材を使ったものをいろいろ、用意していただいて、なんとかすごくボリュームがあって、驚いたんですけど、休憩時間中は本当にその対局のことを、忘れるぐらいの、気持ちで、美味しくいただいていました。藤井五冠は19日、六冠獲得へ向けて渡辺明棋王に挑みます。